そうだ、島根に行こう。はい、というわけでして、私の目にかけます。地球上のすべての生きとして生きるものの嫌われ者のキモイワの37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルこちら、ルートゲターラストアンサーというわけでして、今回ですね動画をするときに言うと2本目ということで、今回も楽しくね例の方させていただきたいなと思います。でこちらですね、一応の実況っていうねスタイルでもってやらせていただきたいなと思っておりますので、この通りねぶさぼうな上に滑舌も非常に悪いので奇跡的にもねこちらの動画をご視聴くださってもしくはくださった方の中でね、そのせいで非常にご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でねご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ブサボはブサボなりに一生懸命頑張ってね、実況の方をやらせていただきまして、少しでもねご視聴くださっている方に、楽しいな面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思います。で、今回ですね、やっていく話なんですが、第1章、はじめの便箋というわけですね、前回の続き、出雲空港に着いたと、まあ、今これ表示されてますけど、そうですね、その便箋のことが気になって、主人公の、学生時代ね、学生時代かな、ペンフレンドっていうか、それ、ごめんなさい、なんて言うんですけど、レターフレンドって言えばいいんでしょうかね、そう分かんないですけど、まあ、文通ですね、文通相手で、ずっとね、手紙でやり取りしていた、ふみのあやさんですね、この人のが、今現状どうなっているのかっていうので、主人公が単身、東京からね、島に来たと、いうことをですね、前回それで、切りも良さそうだということで終了させていただきました。なので今回はその続きという形でもってねやらせていただきたいなと思います。もしよろしければ最後まで最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。では、早速ね、続きの方やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。勢いで行動した俺は島根のことを何にも調べてこなかった。空港に、観光ガイドでも向いてないかな。辺りを調べる。これ暗くなってるからダメなんだね。で、これ何を調べるんだっけ。あ、そうデータね、データパンフレットね、パンフレット。ここ調べられるとこねえのかな。ここ調べられるんだよ。登場するような、そうでしょうね。ですね。怖いね。これ調べられてるのかな。これ調べられた方がいいんじゃないのって思うんだけど。まあいいや。これ行きましょうね。お、これは。ってなんだ。空港のパンフレットじゃないか。なんだ、ダメ？ダメなの？観光ガイドを見つけた。あ、したかったのか。観光ガイドを入手しました、観光ガイドを手に入れたぞ、名所や名物でマップが載っていて便利だ。観光ガイドを見ます、観光ガイドコマンドを使用すると使用した場所の紹介が確認できます。また、観光ガイドを使用することでマップが開放されたり新たな情報が手に入ることがあります。へえ。本当に今自分の気持ちですよね。へーへーへーって。島根ね、いろんな観光スポットがあるんだな。うん、ここに行こうかな。いつまでも空港にいても意味ないな。手紙に書かれていた住所は松江市内だ。とりあえず行ってみるか。歩いていると島根っ子もやってくる。あれは確か島根県観光キャラクターの島根っ子じゃないか。よろしくな。お前が島根っ子か。俺はマックスだ。よろしくな。なるほどな。観光できたわけじゃないんだけど、時間があれば観光もするよ。景色や人柄もいいのか。楽しみだ。なんでわかるんだ。
獅子毒があるのは知ってるよ。妖怪も出るのか。ガイドブックが役立つのか。それは知ってる。そうだ、松江に行きたいんだけど、ここからどうやって行けばいい？なるほどな。空港の前からバスが出ているのか。それに乗ればいいんだな。なんだって映画の舞台になった。一畑電鉄があるのか。それはぜひ乗りたいな。遠回りになるけど、これは旅の面白さだ。どのバスに乗ればいい？ありがとうな。出雲大社行きのバスだな。ありがとう。またどこかで会おう。おいおい、泣くなよ。って、おい、そんなに走ってどこ行くんだ。何かから逃げるように島根っこへ行ってしまった。俺、何か変なこと言ったかな。あ、まあいいか。島根っこと別れた後、俺はバスに乗り、出雲大社前駅へと向かった。島根にようこそにゃん。トロフィーいただきました。出雲大社前駅にやってきた。駅の中は天井まで白い壁が続いて教会のようだ。ステンドグラスの窓から差し込んだ光が円柱の上に色彩を浮かび上がらせてる。ここから、これなんて読めんだろうな、これ。一畑電鉄、一畑電鉄なんて読むんですかね。に乗って松江に向かおう。観光ガイド見る？昭和5年築のドーム型の駅舎、カラフルなステンドグラスから日の光が差し込む。近くには国の重要文化財に指定された、和風駅舎の旧大社駅もある。そう。結構いろんなところを調べられるのかなと思ったら、あんまり調べられないのかな。これなんだ、券か？チケット？券売機だ。ここでチケットを買えるみたいだ。そうでしょうね。ここは調べられない？ここか。早速乗って移動するか。電車に乗っている。なんて読むんですかね。ごめんなさいね、島根の方。すみません、本当にね、わかんないんで、これなんて読めばいいんでしょうか。一畑でいいんですかね。一畑、なんて読むんだろう。とりあえず、今は一畑って言いますね。ごめんなさい。一畑電鉄、電車に乗った。ご乗車ありがとうございます。この電車は各駅停車の松江宍道湖温泉行きです。あ、宍道か。さっき宍道って多分自分言っちゃったんですよね。宍道って言うんですね。電車はのどかな風景がのんびりと走り、しばらくすると、宍道湖が見えてきた。かすかに湖面に、釣り船が浮かんでいる。それだけなのに不思議と心が落ち着く。これが原風景というのだろうか。出雲大社前駅、電鉄出雲市駅と松江宍道湖温泉駅の間を約1時間かけて走行。動く5円スポットのピンクの5円電車島根っこ号を運行している。車内を見回すと美術館の広告がある。席から立ち、島根県立美術館の広告を見る。島根県立美術館で企画展をやってるのか。報告を読む。めっちゃ読まされてる感があるんだけど、気のせいかな。松江出身の無名画家の絵画展か。地元に根付いた企画で面白そうだな。本当にめっちゃ読まされてるじゃん。電車降りる。降りちゃったんだけどいいのかな。これなんて読むんでしょうね。レールウェイズの舞台、一畑電車へようこそ。一畑電鉄で終点の松江宍道湖
温泉駅に来た。あやさんの住所を確認しておこう。手紙を出して、ふみのあやの住所を確認する。スマホで住所検索すれば場所が分かるはずだ。スマホの電源を入れる。スマホ確認、スマホ確認なんてできるんだ。よくできてるな。スマホ画面ではアイテムセーブロードオプションを使用できます。そう、あのね、セーブできなくて、さっきしようと思ったんだけどできなくて、オートセーブかなと思ったんだけど、ちょっとすごいビビってセーブできない、できないのかこのゲームなんて、ちょっと不安に思ったんですけど、そんなわけない、そんなわけないですよね。アイテムの項目では所持しているアイテムと説明文を確認することができます。その他にセーブやセーブしたデータのロード、削除からセーブデータの削除、オプションでのゲーム設定の変更も行います。スマホ画面から直接タイトルに戻ることができます。閉じるボタンを押すとスマホ画面を閉じることができます。メールとかはないな、ないんだね。これいいっすね。なんかこのアプリのね、アプリのアイコンみたいな感じがしていいっすよね。となるとこのスマホはどこのキャリアっていうか、どこのメーカーのやつなのかなってまあいいか。何をするんだっけ。あやさんの住所を検索するんだよね。アイテムゲームって何、化身のナイフと、これなんすか、ちょっと見てないな。あ、これあれですね、写真じゃなくてこれイラストのやつですね。これ多分オリジナルっていうやつじゃないですか、これね。ちょっとよく見えないんだけどな、これアップできないんだよな、きっとな、できないですね。かわいいあやさんの写真だ。お湯に負けないように気をつけて保管しなければ。ちょっと怖いです、その感覚が。これかな、化身のない封筒、15年前にあの人から届いていた大事な大事な手紙だ。これをなくすなんてとんでもない。なるほどね、これでいいんじゃないの、違うのかな。まあいっか。スマホに彼女の住所を打ち込んで検索する。検索結果が、スマホの地図に表示された。ここから少し歩くみたいだな。運動不足だから歩いていくか。じゃあ移動しますか。場所移動の項目を選んだ後、全体マップの項目を選ぶと全体マップに移動することができます。全体マップから行きたい場所を決定ボタンで選択して移動することができます。地域の中で場所を変えたい場合は表示されている項目を選択すると、地域の中での移動場所を変更することができます。了解。おお、すごいね。これはこれは拡大縮小はできないわ。今自分がいるのが空き地？違うな、そうじゃねえな、そうじゃないね。あっとっとっと、だいごめんなさい。でここ行けんですよね、ここしかないもんね。住宅街にやってきた。手紙の差出人、ごめんなさい、手紙の差出人の住所にやってくる。しかしそこは空き地で、雑草が生い茂っている。スマホの地図を確認する。あれ、おかしいな、地図検索だと彼女の住所はここだけど、雑草の生えた空き地があるだけだ。誰か話を聞ける人はいないかな。なんかこの観光ガイド見ちゃうんだよな、どうしても。さすがに乗ってないか、空き地だからね。お、あんなところに郵便配達員がいるよ。話しかけてみよう。通りかかった郵便配達員に、手紙の住所を見せて場所を聞く。ちょっとすみません、ちょっといいかな。はい。近くの家が何でも見える。ああ、
そうでしょうな。そこまで、ここまでさすがに無理か。聞きましょうか。人に聞きます、聞くコマンドを使用すると相手に聞きたいことを項目の一覧から選択します、項目は方向キーで移動、決定ボタンで決定。この場所、すみません、ここってあれ、住所なんだっけ。どうしましたか。郵便配達員に住所を見せて確認してみよう。確認してみるのね。所持品コマンドを使用すると、相手に見せたいアイテムを選択して見せることができます、見せれるアイテムは所持しているアイテムだけです。アイテムを選択しても 今見せるべきでないアイテムを選択するとイベントは進行しません。状況に合ったアイテムを選択しましょう。この住所ってここで合ってますか。はい、合ってますよ。この住所ならここに間違いないですね。以前文野さんの家があったはずなんだけど、何か知らないかな。そう言われても、私は松江に来てまだ日が浅いんです。そうか。あれ、でもここってもしかして、え、以前は洋館が建っていたんじゃないかな。火事で焼失したと聞いたけど、あれ確かここですよ。火事、ここで火事があったのか。家は全焼して、亡くなった方も出たんじゃないかな。マジか。それはいつのことだ。10年以上前ですよ。14、15年前かな。15年前か。もしかして彼女は生きているのか。これなんだ、これ選択肢。でもそのあれ動かないな。彼女が手紙で書いてきたことと何か関係があるんだろうか。もういいですか。ありがとな。助かったよ。家がなくなっているなんて考えてもいなかった。考えてるとお腹がグイッとなった。腹が減ったな。腹ごしらえしてこれからのことを考えよう。どっかにいいお店はないかな。観光ガイドに載ってるかもしれない。観光ガイドこんな時に見るのね。聞くっていない、いないもんね。ね。観光ガイド見るんですね。近くに蕎麦屋があるな。なんて読めるんだこれ。新材庵と読まないよね、これ多分。神有庵って読むのかな。歩いてすぐだな。行ってみるか。どこ？あ、五。なんて読むのこれ。ちょっと振ってくんねえかな。ルビーをさ売ってもらえると助かるんだけど、ごめんなさいね。ちょっとなんて読むんだろう。神有庵でいいのかな。新材庵、神有庵でね。もうわかんねえよ。ごめんなさいね。もうとりあえず神有庵って読みますわ。なんていうかわかんないんですいません。の前に来た。堂々たる店構えだな。これ料理も期待できそうだ。なんかいいっすね、この雰囲気。本当にこの場にいるみたいな感じがしてすごくいいですね。広い店内は、老舗の蕎麦屋らしい趣がある。俺が席に着くと、若い店員がメニューを持ってくる。へい、いらっしゃい。本気ですか。へい、いらっしゃいって本気か正気か。ちょっとすみません、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。足の名前が聞きたいんですね。三平と呼んでください。なんすかそれ。これがメニューでやす。なんすかそのめちゃくちゃ目力がすごいんだけど。三平君からメニューを受け取る。いや、そうじゃなくて、おすすめを教えてほしいんでやすね。うちはどれも美味しいでやすぜ。決まったら呼んでください。人
人の話を聞く気がないのですね、君は。三平君が奥に行ってしまった。とぼけた店員だな。店の雰囲気と合わないんじゃないか。メニューを見る。大食い自慢なら、大和のおろちそばか。これがこの店の名物のようだな。三平君がやってくる。お目が高いでやすな。でも完食できやすか。ああ、俺は大食い自慢なんだ。大和のおろちそばを一つ。へい、大和のおろち一丁。三平君が店の奥にさ待っている間にどんどん腹が減ってきたぞ。どんな料理が来るのか楽しみだな。さてと、そうですね、今回もですね、そろそろ、お時間の方がね、来た感じなので、非常に自分としてはね、ここでね、中断するのは非常にちょっと心苦しくあるんですが、時間がね、時間なので、今回この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、ルートレターラストアンサー2本目ということで、ここまで進めさせていただきました。そうですね、ふみのやさんのね、お家が、ね、全焼して、で、亡くなった人もいたってね、郵便局員さんが言ってましたけど、大丈夫なんですかね。てか、どっか引っ越したのかな、ね、本当に死んじゃったのかなって感じですよね。死んじゃってたら、だってお話的にもう終わりじゃねって感じですんで、また非常にこう、ミステリーチックなね、展開で、非常に後が、気になる今回お話の内容だったかなと思いました。あと三平くんね、いい味出してますね。目力がね、なんとも言えずああいう人いますよねなんか別に悪い意味でね、言ってるんじゃなくて、ああいう人いるなっていう、自分のね、職場でもね、三平くんにまるっきり似てるわけじゃないけど、目力がね、結構すごい知り合いがいたりして、ちょっとその人を思い出してしまったっていうところね、ちょっとあるんですけど、ああいう方いますよね。すごくね、親しみやすい感じがして、笑顔がね、いいなと思いました笑顔イケメンですね。自分としては結構好きなタイプのあれですね、人間ですね。男って言っちゃうとね、ちょっとそっちかって思われちゃうんで、そっちじゃないんでね、まあ、ああいう人間は結構好きだなと思いますね。はい。で、まあ、そんなわけなので、また3問目、4本目ですね、お楽しみにしたいなと思います。で、自分ですね、これ以外のシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、あとは不定期なんですが、ニコのみ YouTube、Twitter 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ず事前に自分がやらせていただいております。Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄ですね、自分がやらせていただいております。各種 SNS に URL を、リンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖縄方も気になりましたので構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をね、ご視聴くださった方の中で、自分みたいなのもいいなと思っていただけたらね、構いませんので、チャンネル登録、あとの動画の購入ことをぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回少々正規メンバーの37がお送りさせていただきました、ルートレターラストアンサー、動画をするときに言うと2本目ですね、これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回2本ずつ、出させていただいておりますので、次回は3本目、あるいは4本目ということでよろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。